はい、こんにちは、ビッグボーイです。ではこの悪夢っていうベッドで寝たら、なんか初代ウルフェンシュタインのような場所が始まったのでやっていきます。なんか BGM までなんか昔っぽい。おお、あ、しかもこれあれだ、なんかあのこういう風にプレイヤーの視点に合わせてこういう落ちてるものがこっちを向いてくるっていう。え？これ敵か？ちょっと待って、なかなか硬い。すげえ、めっちゃレトロだ。弾をいただいとこう。3つ道がある？マップは開けない？こっちは？ライフがある。こっちは骨だけある。敵だ。あ、これな、撃った後がなんかすんげえ、なんか面白い感じで、これだけリアルで、お、ところどころリアルなのがなんか面白いな。いただいて、なんだここあれなんだこれ上に跡みたいについてるけど、これヒットラーじゃん。なんか中央がなんかすんげえ怪しいけど、ちょっとこっちの方行ってみよう。よし、こっちなんだ。あ、なんか迷いそう。すげえ迷いそう。あ、なんかある。餌だ。おい、行き止まりだな。こっちはどうだ？あ、ちょっと。よし。ライフが落ちてる。おお、チープ、すんげえチープ。これ樽割れんのか。これ割れない。戻るか。なんかこういうの透けて通れそうだけど、こういうヒトラーの絵とか。どうだ、透けれないか。じゃあこっち行こう。おい、そこのお前言わせねえよ。あ、え、硬い。よし。え、なんだこれ。ここ通れそうだぞ、なんか。おお。おお。頭ある。アサルトライフル。こっちへ。おお。よし。右か左かか。左行こう。よし、これは動かないか。結構いる。硬いぞ。体力回復したいな。アーマーがある。こっちへ行こう。よし、ちょっとずっと左来ちゃってるけど。おお、
けど体力が結構減ってる。よし、迷路だぞなかなかこれ。まっすぐ行こう。こっちに逃げるな。とちょっとこっち行こう。オープン。あ、なんか怪しい扉。てか体力がやばい。え、体力がやばい。ちょっとまずい。オッケー、体力がまずい。いけるかこれ。お、エレベーター。あ、なんだ夢か。なるほどね。ここで寝たら、じゃあ、てかここに写真がちょっとあったんだよ。昔のウルフェンシュタインが、あの、昔の初代ウルフェンシュタインが、あの、ドームっていうのかな、ドームだっけ、ドームっていう、あの FPS の原点のゲームとなったやつで、まあ、それがこのウルフェンシュタインというらしいんですってことで、ミッションを進めていこう。早速マックスのおもちゃを返したから、アーニャに、はい、コンクリート。すぐに分析してみる、きっと何かわかるはず。ガムはチェリーだ、いるか。いや、俺はいい。ユーバコンクリート、帝国の重要な建築材で、ダトイシュードの技術によって作られている。ほぼ完璧だけど、時間とともに劣化してしまう。誰かが何かを混ぜている。この秘密を知っている者が。分析の結果、クロアチア北部で取れる石灰石にその痕跡があることが分かりました。次にこれを。セットロスという人物、ダトイシュードの文書に3回も出てきた。ドイツの公式記録によると、1941年にウッチで拘束され、クロアチア北部ベリカの強制収容所に送られた人物です。ここから興味深いのが、この収容所は石灰石を採掘していること。ユーバコンクリートを製造するため、おそらくこの場所にセットロスは囚われている。ダトイシュードの生存者が。問題は情報が少なすぎることで、彼は高齢なので死んでいる可能性がある。広大な収容所は襲撃に適さない。ナチスより先に彼を見つけ出す必要があるわ。どんな作戦で行く。誰かが潜入して見つけ出す、スパイになって。で、希望者は。準備はいい、ブラスコビッチ。やります。はい。愚かだった、鷹をくくっていた。こんな任務をこなせる奴などいない。わ、しかもまたあのナチスのババアがいる。おい、赤ちゃんを、なんてこと。ちゃんと持て。ベリカ強制収容所、クロアチア合衆国。待って、見覚えのある二人がいる。大丈夫かこれ。ちょっとバレてる。覚えてないこの人たち。あ、覚えてる。うわー、もう口切ゴミみたいな扱いしやがって。ん、右手をマシーンに乗せる、これか。人なんだ。ここで見られる扱いだ。落ち着け、任務に集中しろ。
セットロスを探し出す。4つ数える。うわ。息を吸う。針を撃たれたのか今。なんか特別室みたいなとこちょっと通っちゃってるけど。全然特別じゃない。なんだこれ。初日はきついぞ。これ以上楽にはならんと受け入れるしかない。長いのか。数週間前か数ヶ月前か覚えてもいない。ここじゃ長生きはできない。俺はアフリカ戦線で少しはナチスを押し戻したが、奴らは強すぎた。今はただ日々を生きていくだけだ。俺はある男を探してる。セットロスだ。知ってるぜ。一番長く生き残ってる奴だ。第4ブロックにいるが、行くには別の制服がいるが。ごめんなさい。あの囚人を見ろ。向こうだ。あんたの右側、第4ブロックの制服を着たマイロってやつだ。やつは神さんがうちのブロックに。それをネタにすれば制服を交換できるだ。だが、その前に監視の目をそらさないといけないな。おにぎり。SAD を使ってコンクリートミキサーを操作する。監視の目をそらせ。あんたをずっと監視してるぜ。お？マシンを壊せ。でもここになんか説明が書いてあるな。今やったのが正しい方法なのか。これをこっちにやって、こうやってこうするってのが間違った方法。あ、そうだ、右のレバーを引っ張りまくってみるとか。違うな。マシンを壊す。どうしたらいいんだろう。あ、取れた。あ、はい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 。そんで押しちゃうと、あー、あららら、ってなって、うわー、よし。んで、何？で、今のうちに話す。マイロ、奥さんの居場所を知ってる。何？あんたは？奥さんと同じブロックにいる。本当か？死んでないのか？ああ、生きてたのか？俺と制服を交換すれば自分で確かめられる。わかった。急げ。よし、脱ぎだ。変わった。早い。B4 ブロックになった。Na, wie sieht's aus? Können wir anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Na ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. やった、今日は終わりだ。Aufgemerkt, Gefangene! Die Fabrik ist fertig geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor.探しているやつが見つかるといいな。俺はボンバテだ。ウィリアム・ジェ・ブラスコビッチだ。無事を祈る。無事。無事。こっち行こう。こっちを見るの？はいはいはい。こういうところは気になるとは。おお。アウシュビッツ、ウシェンバルト。女性も普通にいるな。防犯カメラがあるけど、こっち入れる？わあ、寝てる。
この人が？あんた、俺の娘を見たか？違うな。セットロスか。このサムソンを、筋肉を、サムソンの肉体を見てくれ。セットロスだ。君はセットロスについて何を知っているんだ？ダトイシュードだ。俺はあんたを救いに来たんだ。救いか？こいつはすごい。君は私を救いに来たというのか？この人がセットロスだ。ならば彼を救い、サムソンも救え。時間はない。私は秘密を明かさないと宣誓したんだ。誓いがなんだ。人が死んでる。レジスタンスに協力を。ならば取引しよう。私の自由と守ると誓った秘密を正義のために。私の名誉は犠牲にするとしよう。それとサムソンのことも考えさせてくれ。話が通じる人だった。よし、この条件でどうだ。君がここを閉鎖するのを手伝い、わちっと私は君らに真実のパワーの秘密を教える。わかった。あるプロジェクトに取り組んでいるんだ。あのマシンはダトイシュードの技術が使われている。私もよく知るな。これはジロジロ見るな。これであのマシンの操作やゲートの警戒レベルがわかる。みんなを解放できる。あともう一つ。なんだ？電源だ。あのマシンはデトロニックバッテリーで動いている。デトロニックバッテリーは第6ブロックにある司令本部のサービスステーションで見つかるはずだ。出入り口を見張っている自動セキュリティシステムがあるが、停止させることができれば第6ブロックまで行ける。監視用のバラックにセキュリティシステムの操作用モジュールがあるはずだ。君はそこに潜入して操作用モジュールでシステムを止めたらここに戻ってきてくれ。なかなかハードだな。そっちに行けばいいのね。あそこか。あ、この人がさっきの。セットの中の、あ、違う。まだ力が残ってそうね。セットと話してるところを見たわ。ナイフを殺せ。私があなたみたいなたくましい男だったら、ナイフって呼ばれてる監視を何とかする。監視の宿舎にいる気性の激しいやつよ。囚人を引き。何のことだろう。拷問するのが好きなの。その後、煙突から煙が上がるのを見たことがあるわ。とりあえずこっち先にこっち。うわー。ひどそうだわ。なんかないかな。臭そう。いや、こっちか。あっ、え、捕まった。早々に捕まった。こいつがナイフか、もしかして。うわっ。Einzelne Kakerlake zertrieben. Du 刺さったまま。で、燃やされる。ちょっと。燃やされる。まずい。熱い。やめて。この野郎。ゴールだ。あれこの人じゃない。あ、ちょっとナイフ。よし、ちょっと待てよ。ステルスか。あいつをテイクダウンしよう。
テイクダウン。超ステルスだ。ここから上に監視は一人いるか。じゃちょっとあっちに、ナイフしかない。こいつかやれるな。奥に一人、テイクダウン。ここ開けて、そこに一人曲がった。セキュリティシステムの操作用モジュールは、セキュリティシステム停止、セキュリティつけないと。暴力以外の方法で抵抗しなければならん時もある。調合を少しばかり変えてやるだけでコンクリートが不安定になる、脆弱になり成形に問題が生じるんだ。セキュリティシステムは終わった。よし、サムソン、君の名はブラスコビッチだ。ブラスコビッチ、ブラスコビッチだ。セキュリティシステムを止めたからゲートを通れる。工場から青いゲートを抜けて第6ブロックに入り、司令本部ビルに潜入しろ。そこでデトロニックバッテリーを入手するんだ。誰にも気づかれんうちに迅速に済ませてほしい。デュッツラハインゲル。何？幸運を祈る。